こんにちは、えー、平田フットボールクラブでございますさあ、この時間はですね勝手に 勝手に勝手にアルビダよりお届けしたいと思っておりますが、今シーズン J2 から J1 に復帰したアルビレックス新潟がこの J1 でどんな戦いを見せるのかというところで、ちょっと見ていこうかなというところで、本当に開幕節からざっと追っかけておりますけども、開幕節から追っかけて、なんと J1 は第16節まで来ておりまして、もう折り返しですよ。 本当にもう6月に入ってというところで6月3日のゲームということになりましたが新潟にとってはアウェーに乗り込んでというゲームになります6月3日のゲーム15時キックオフで湘南ベルマーレとアルビレックス新潟のゲームーこちら終了しておりますのでそちら振り返っていきたいと思いますがゲームの方はまあ皆さんご存知だと思いますが2対2ということで引き分けに終わっております まず新潟ですけどもこのゲームではまず左サイドバックに田見選手そしてセンターバックのコンビは千葉選手と渡辺選手のコンビということになりましたそしてボランチは秋山選手がスタメンそして中盤の左ですね攻撃的なところに小見選手がスタメンというところになりましただからちょっとこうメンバーがいつものメンバーはいないなというようなベンチにも入っていないなというようなそんなところになりましたがそれでゲームがスタートしていくということになりましたがスタートしてすぐでしたね えー、千葉選手の手にボールが当たりましてそれがハンドというところでこれが PK になりまして2分に町の選手がゴールを決めて湘南先制とということになりました、えー、湘南は先制して、まあ、ホームですしというところでかなり勢いを持って、えー、ゲームを進めていったなというところでこれ新潟なかなかペースがつかめないかなというような感じがいたしましたが25分あたりですかね右サイドでちょっとこう裏にスペースにボールが出て、えー、そこからちょっとこのポイントを作ってき を作ってみたいなところありましたがその辺りから徐々に新潟こうやっぱり裏にボールを入れることによって中盤にもスペースができてきたみたいなところで徐々に新潟にもチャンスが出てきたかなみたいな、えー、そんな印象を受けておりましたが30分ですけども。 えー、伊,藤伊藤陽太郎選手の絶妙のスルーパスそして谷口選手の見事なターンというところで、えー、新潟が追いついて1対1ということになりましたがやっぱりちょっと裏にボールを入れたところにちょっと湘南にスペースが生まれて要は右サイドの新井選手から小見選手にボールが入るんですけども。 その小見選手がボールを受けたところが非常に良くてでその小見選手から伊藤遼太郎選手伊藤遼太郎選手のスルーパスから谷口選手というような、まあ、その辺りは新潟非常にその中盤でボールをつなぐ印象があるんですけどそこを最初に行くんじゃなくてそこを出すために。 2発,2発裏にボールを入れておくみたいなところもやっぱり非常に大事なのかなという、えー、そんな感じがいたしましたさあそして後半に入りまして、えー、まあ、一進一退みたいなところから、えー、62分ですね 今度はコーナーキックからこれ伊藤亮太郎選手のボールが入りましてそこを谷口選手がゴールを決めまして谷口選手はこのゲームで2ゴール目というところで1対2というところで新潟が1点リードでゲームの方は終盤戦に入っていくということになりますがえ65分にはダニーロ・ゴメス選手が入りましたというところでえダニーロ・ゴメス選手も非常に決定機というか大きなチャンスもありましたしやっぱりこの選手のやっぱりドリブルも独特。 でここはまたちょっと面白いオプションにさらになっていくなという、えー、そんな印象もありましたというところでしたがもちろん湘南も、えー、勝利が欲しいというところでどんどん攻撃的な、えー、選手交代もしていってというところで、えー、83分ですね、えーまあ、ゴール前で。 阿部選手のスルーパスから小野瀬選手がゴールを決めるでそれはまあ最初オフサイドという判定でしたが VAR というところで判定が覆りましてゴールインということになりましたが湘南の阿部選手のあの左足アウトのスルーパスはもう絶妙でしたねあのちょこんちょこんのさじ加減が。 素晴らしかったかなという感じがいたしましてゲームの方は2対2というところで終わっておりまして新潟の方はこれで4勝5分け7敗、まあ、順位は13位のままということになりますが4勝5分け7敗で終えるということになっております。でまあ、天皇杯 これが水曜日ちょっと私が今喋ってる時点では天皇杯の結果は知りませんが天皇杯の相手は JFL のレイラクシですねこちら今までーヨビワコ滋賀って言ったのかなそれが今シーズンからレイラック滋賀 FC という滋賀県のチームですけども天皇杯1回戦ではアスルクラロ沼津に勝利してこのゲームに上がってきたということになりますが現在 JFL で1位です。 えー、結構 J リーグの、えー、経験のある選手も多いのでなかなかあのいいチームなんじゃないかな僕もちょっと見たことはないですけども、えー、そこと天皇杯で当たるということになっておりますで、えー、次節が第17節、えー、第17節ということは前半戦ラストということになりますで、えー、これが6月の11日ですね14時キックオフ新潟ホームのゲームで、えー、京都サンガ FC を迎えてのゲームということになります でこのゲームを、えー、行う前ですけども、まあ、その前節湘南のゲームが終わりまして、えー、リリースが出ておりまして、えー、伊藤亮太郎選手が、えー、ベルギーの、えー、シントトロイデンに移籍というところでそれが基本的に合意したと、えー、いうことがリリースが出ておりますというところでこの、えー、京都戦がラストになる見込みと いいいううこことととになっててておおりりまましてゲーム終了後は挨拶もあるということを聞いております、えー、本当にこの J1 でのこの短い間、えー、非常に活躍を見せましてもう新潟だけじゃなくてこの J リーグ好きな人にも相当インパクトを与えたかなという、えー、伊藤遼太郎選手、えーまあ、新潟を応援されている方にとってはちょっとまだいかんとってよという気持ちも相当強いと思いますし、えー、それプラス、えー、海外に行っても頑張って バレオというあれベルギーに行ったら本間まシオン選手との対戦あるやないかベルギーに遊びに行こうかしらとか考えてる人もいるかもしれませんがまずはこの京都戦でなんかちょっとこうなんか皆さんのまた記憶に残るような、えー、そんなプレーを見せてほしいなという、えー、そんな感じもいたしますしまあ、本当にこの J2 の時から考えても、えー、伊藤遼太郎選手をこの新潟に残した 功績っていうのは僕はちょっと見事だったんじゃないかなという、えー、そんなこう成長の過程も見れましたしなんか伊藤亮太郎選手のなんかいいプレーたくさん見れたかなと、えー、そんな感じがいたしておりますが今のところ、えー、この京都戦が最後になるんじゃないかなという感じがいたしておりますさあ京都さんが FC ですが、えー、現在4勝1分け11敗というところで、えー、順位の方が14位だから新潟が13位京都が14位ということになっておりますが現、えー 現在京都はですね、八戦勝利なしのリーグ戦は6連敗と、えー、いうことになっております。ね、このパターン多くないですか？なんか柏時の時もちょっと連敗で新潟戦、岩盤の時もそうですし、湘南の時もそうですし、でこういうなんかなんかリーグ戦のなんか流れというかそういうのがあるのかなという、えー、そんな感じもいたしますが、えー、京都は現在まあ八戦勝利なし6連敗中ということになりますが。 結構 J2 の時はあの新潟、京都、京都、新潟って,新潟ってなんかちょっとこう熱いゲームになった印象があるんですけどもさあ、このゲームで一体どんなゲームになるんでしょうかという感じがいたしております。まあ、京都の方はアンカーの位置に川崎選手、川崎選手日本代表に選ばれておりますがやっぱりこの選手が非常に効いているなというところそしてここ最近では中盤のまあインサイドハーフ、まあ この前の広島戦ではまあ4 3 3を採用しておりましてまあインサイドハーフにまあ平戸選手町田から加入しましたけどもこの選手のキックの精度そしてまあ結構背の高い選手まあアピアタウィア・久志選手とかまあ浅田選手も背が高いまあパトリック選手が出ればパトリック選手が背が高いというところでは新潟にとってはこのセットプレー,えーかなり軽快かなというところそしてその京都のまあ激しいプレス あのまあ京都はスリーバックであろうがフォーバックであろうがその時の,この選手の先行そして相手によってそのまあ組み合わせはあるでしょうけどやり方は変わらない非常に激しいプレスを持って相手にどんどんプレッシャーをかけていくというところではまあその京都のプレスそしてそのセットプレーにはかなり要警戒かなという感じがいたしますし新潟は。 そこをいかに回避してだ,だからこのロングボールを入れて裏返すというのも一つの手でしょうしボールをうまくつないで相手をかわしていくというのも手でしょうし、えー、その辺りは新潟が、まあ、いかに戦っていくかとこの京都に対してどのような、えー、作戦で戦っていくのかというところを見ていきたいと思いますし、まあ、伊藤良太郎選手、まあ、最後に。 えー、しっかりと記憶に残るようなプレーをしていきたいと多分思ってるでしょうからこの京都戦でも。 えー、プレーに注目でしょうし多分注目してなくてもビッグスワンに行った方は思わず目がそこに行ってしまうんじゃないかなという、えー、そんな感じがいたしますけども、えー、前半戦ののラストのゲームとと、えー、いうことになります、えー、RX 新潟と京都3階 FC のゲームは6月の11日14時キックオフと、えー、いうことになっておりますんで、えー、まあサッカー見るにはいい気候にだんだんなってきておりますんで、えー、ぜひビッグスワンの方に足 運んでいただきたいなと思っておりますということで平田フットボールクラブ勝手にアルビダイリーお届けいたしました以上でございます失礼いたします皆さんチャンネル登録よろしくお願いします